思い出の場所は双葉荘さんです。あ、性別は男性です。年齢、あ、年齢30と、あ、40いくつかと。職業はキャリアコンサルタントさんです。出身地は別府市です。家族構成は3人のご家族でいらっしゃいます。趣味は多分アウトドアです。性格はすごく穏やかですけど、とても真面目で素敵な方です。好きな食べ物は地獄蒸しかな。何でも美味しく食べているイメージがあります。イメージカラーは紺色のスーツな感じです。動物に例えるとノウサギ。恩人を表す一言、穏やか。活躍年数はちょっとわからないんですけども、私が来た別府に移住してきてからの前からご活躍されているとお聞きしております。初めて出会った日は2019年の、別府ワンドリームアワードでの初回の時ですね。応募させていただいてオンラインで面談していただきました。初めて出会った場所はそのオンラインなんですけど、やっとこさえたのはビーコンでのワンベップドリームアワードの発表会の日でした。知り合ったきっかけもこのワンベップドリームアワード2019の時です。第一印象はずっと笑ってて素敵な方だなと、優しそうな方だなと思いました。尊敬するところはずっと笑顔でいられるところです。一番の思い出のスポットはここ双葉荘さんでして、なかなか泊まれないお宿さんですけれども、ご縁があってこちらでお泊まりさせていただけました。ここでは双葉荘さんでは一緒に初めてご家族と共に宿泊させていただいたんですけども、ここでは初めてそのお仕事以外でのリラックスした姿を見ることができたので思い出になっております。その方との一番の思い出はそのワンベップドリームアワードのオンラインで の面談の時に、菅野さんとはまた必ずお会いすることになると思いますと予言をしてくださったことが一番の思い出になっています。出会ってから変わったことは、その方が必ずまた私と会うことになると思いますとおっしゃってくださって、本当に会えて、でここを別府でですね、私は何のゆかりもなかったんですけれども、いろんな方をご紹介していただいたことが一番変わったことかなと思います。今後一緒に企画したいこと、コラボレーションはそうですね、温泉とその人材をこう掛け算するようなことを一緒にできたらいいなと思っております。一緒に行きたい温泉はここ双葉荘さんです。また一緒にご家族で行きたいなと思います。で、恩人がよく出没する場所は別府全域なんですけども、やっぱり神奈川ですかね。の恩人に一言ということで、いつも励まして、いつでも励ましてくださる、方なので、私はいつもエールをいただいて、この虫釜のようにふつふつともくもくと頑張れております。いつもありがとうございます。